2017年5月このぐらいの気温が一番過ごしやすいよねという会話が世の中にあふれるこの時期、極限のカードバトルを見守るのはハライチ岩井、仮面女子月野モア、さくらゆき、そして声優界一バトスピ愛が強いと言われる男、木山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとはカードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の 3on3 ステージではユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円、それがバトスピエクストリームゲーム。ガーディアンステージセカンドバトル、三月 vs 紫のガーディアン坂口。相性の悪い紫デッキと坂口の力強いプレイングに世界チャンピオン三月大苦戦。さらにエクストリームカードの仮面をしよう。エクストリームカードも炸裂し、出せないです。ないです。ないです。いきます。おお、ちょっとやばい。世界チャンピオン三月無念の敗退。1勝1敗となりサードバトルへ。ハムスターズ2人目は今日 3on3 ステージでは引きの弱さからデッキアウト寸前までキーカードを引けずギリギリ勝利したが、増殖を使います。ガーディアン戦では勢いに乗り得意の増殖で紫のガーディアン坂口を圧倒し快勝。よしないです。はい、ないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい。キング戦まであと1人。迎える最後のガーディアンは緑のガーディアン降臨、薄井武史。プライベートでバトスピチャンピオンシップ2016新王杯に参加し、関東予選を勝ち上がるなど人気と実力を兼ね備えたバトスピプレイヤー。アンブロッカブル、ブロックできない状態で殴っていきます。緑の強さ、速さです。薄井さんが負けたら、はい、次キング戦なんですけど。キング？キングまで行くわけないでしょ。僕ですとです。果たして挑戦者は緑のガーディアン薄井を倒すことができるのか。ガーディアンステージ第4試合、先行は緑のガーディアン薄井武さん、高校ハムスターズ京さんです。ゲートオープン、開放。お願いします。お願いします。スコットロ。さあ、緑のガーデンらしい。超獣魔人4コスト。超獣魔人。はい。これはですね、イマジンブレイブ超獣魔人ですね。左ブレイブアタック時効果はボイドからコア1個を自分のブレイブスピリットに置いて相手のスピリット1体疲労させます。はい。で、右アタック時効果はスピリットの乗っているコア1個につき BP5000 以下の相手スピリット1体破壊します。はあ。コマターンとします。はい。スタートステップ。コアステップ、ドローステップ。これ超獣の BP 見ても大丈夫ですか？はい、BP3000 ですね。3000で。はい。と合わせ。3コスト。はい。7番を召喚します。はい。召喚時、増殖を使います。もう増殖しだしますよ。早い。もうドマージュが出た。ドマージュ破壊耐性ついちゃいましたね。召喚します。はい。これは今日は素晴らしい引きですよ。トラシェ、はい、3コスト2軽減アクセルで1コスト、はい、マンゴセンをアクセルで使って超獣マジの BP をマイナス3000で、はい、でこのターン0になったらそれを破壊で、では破壊で、あ、というか、
フロアからアクセルを使用しました、ね、アクセルで潰してきた。それでメインステップ終了で、あ、シローまで、はい、アクセルで使用すると BP3000 以下のスピリット1体破壊なので、フォーステップ、ドローステップ4コスト、二剣網を召喚します。召喚時効果で、まず自分がデッキからワンドローします。はい、バーストセットします。はい、最後のガーディアンにふさわしい、そうですね、これでターンエンドします。はい、スタートステップ、コーステップ、ドローステップで、さあ何引く、ゲッシュステップ、メインステップ、はい、手元のマンゴステアを召喚します。はい、4コスト1軽減で3コストで召喚します。はい、フロマージョンレベル2、アタックステップ、アタックしないでターン終了で、はい、ターンいただきま す、ね、今のところはスタートステップ、次のターンいっちゃったら結構やばいんじゃないか、ドローステップ、ミノリのガーディアン、なんか動きがちょっと鈍いなと思いながら、返しのコアも計算しなければならないので、では、池上をコア2つ乗せてこのまま、はい、ターンエンドまで、はい、あ、やばいぞ、スタートステップ、ここで今日が仕掛ける、4コスト2軽減で、はい、2コストラフランを召喚します。はい、ラフランの召喚時効果、増殖を使います。5コスト以下のボンタンを召喚します。はい、データのマンゴセンを効果で1コアブーストします。はい、でボンタンの増殖を起動します。フロマージュの効果でハムタンを手札、はい、マンゴセンを効果で1コアブースト、はい、さらに勢いに乗り引きが強くなる今日増殖で一気に8体のスピリットを並べガーディアンを追い込む。これはまだ見ぬキングの姿が見れるかもしれないですね。アタックステップに入れます。はい、ではピタージャキマジンでアタック、ピタージャの効果を発動します。トラッシュのラフランを手札に加えることで回復します。はい、ここでガーディアンが動く。フラッシュタイミング、はい、エクストリームカードでエクストリームウィンドウを使います。はい、相手のスピリットアルティメットを好きなだけ指定します。はい、指定したスピリットアルティメット全てを披露させ、このゲーム中そのスピリットアルティメット全ては回復できない状態になります。はい、この効果発揮後相手のトラッシュにあるカード全てをゲームから除外します。強っ、そうじゃん、強っ、はい、はい、では全て指定して披露させます。ライフで受けます。はい、ゼロコストチキンナイト、はい、ミストラルビットを新速封印します。はい、ガルダーラを召喚します。はい、アタックステップ入ります。はい、アタックステップ開始、はい、リアルバの効果で 1,2,3,4,5,6 体強制がいるので18,000、そうですね、マイナスをしてレベル2の効果で強制、効果を確認するのに忘れてしまう。ドローステップ、あらー、天を仰ぐしかない、ちょっと間違ったっていう顔してましたね。さあ、そしてまた増殖が始まるんじゃないですか。ここでも再び増殖を始める今日、全てのスピリットが疲労していた状態をたった1ターンで立て直し、ここでも引きの強さを発揮。そしてついにアタックステップ開始、どうなる、ドリアルバイアタック、アタック、また新速でソニックはないです、はい、ないです、ない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 、今日さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ハムスターズを一人残し、いかがですか。今回引きが良かったです。引き良かったですね。、うん、さあガーディアン薄井さん、はい、どうでしたか。怖いですね、増殖は。うーん、もう止まれ止まれと心の中でずっと思ってましたけど、なるほど、止まらなかったですね。いや、止まらないんですね。見事3人のガーディアンを倒したハムスターズ、キングステージに進出。キングステージ、キングと対決し勝てば賞金100万円。しかしキングと戦えるのはチームの代表者1人だけ、負ければその時点でチャレンジ終了。
次キング戦なんですけども、はい、誰が戦いましょうか。今日は引きが強いんで僕が、まあ、みんなが許してくれるならば僕が言いたいと思います。そうですよね、そんな気がするよ。全然許してないから、許してくれないから俺らがいい。そう、俺らが困っちゃう、ね、俺ら困っちゃう。いや神、神マジで、マジで神。めっちゃ引き強かったし珍しく。キング戦戦うの誰でしょう。京さんで。はい、僕で。今よかった。決めた理由って何ですか。まあ、一番単純にこの中で一番強いんで。どうですか、勝てると思います。でも勝ってくれると思います。絶対勝つと思います。ガーディアンを攻略した者だけが戦うことを許される。バトスピ最強バトラー、キング降臨、木山茂雄。バトスピの全てのカードを知り尽くし、数々の名勝負を見届けてきた経験値で、バンダイがガーディアンよりも強いと認めた声優界ナンバーワンの最強プレイヤー。まあ、頑張ります。やるからには勝ちに行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キングの場合はエクストリームカードも使ってくるわけではないんで、まあ、いつも通りやれればいいなって思います。なんとしても勝ちたいです。よろしくお願いします。ついにクライマックス。ハムスターズは100万円を獲得することができるのか。先行はキング木山、そしてここはハムスターズ京さんでございます。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。お願いします。それではドローステップ。いやー、さあということで、まさかキングの K は木山の K だってびっくりしましたよ。4の加速流、タービランスのアクセルを使用します。4コスト。さあ、これタービランスは、アクセルして使用すると2枚取る、2ドローですね。2ドロー、いきなりドローして2枚ドローします。はい、では1枚ドロー、はい、で2枚ドローしました。キングは丸腰ですからね。そうなんですよ、エクストリームカードないですから。はい、スタートステップ。エクストリームカードは使用しないです。ステップ、結果何もせず、ドローステップ、もう、はい。さあメインステップ、2コスト、クーリンを召喚。はい、クーリンの召喚時効果で増殖。まあ、さあそして、さあ では3コス以下のブルブルベリーとフロマージュをめくれた時の効果で召喚します。散々見ましたから、ブルブルベリーにしろ、フロマージュブルブルベリー増殖は消しません。いやまだ強さ1ターン目、これでメインステップ終了。はい、アタックステップ相手、アタックせずターン終了で、はい、アタックスタートして2回、なるほど。ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップあります。アクセルを使用します。グロリアスラクーン、4コストを支払って3枚オープンします。さあアクセル使用しましたよ。これは2枚、これは何？グロリアスラグーン。グロリアスラグーン。のアクセル。神を実感。イマジンブレイクはないので、はい、トリプルヘビーは破棄。この2枚のうちのどちらかを手に入れます。ここはシェパードールを選択します。はい。さあシェパードール。機械人シェパードールを手札に。アーストをセットします。白と赤っぽいデッキだね。白赤っぽいですね。これでターン終了します。はい、さあスタートステップ、マーストがあることによって迂闊に攻撃できませんよ。ドローステップ、フロマージュにこう乗せレベル2へ。さあフロマージュレベル2にすることによって増殖したときに無駄にならない。そうです、トラッシュに置かれるカードは全て手札に戻すので、4コスト3軽減、1コストでマンゴスティナを召喚。いや持ってる、ティナ持っている、持ってる、ね、これで増殖し放題。さあ今日4コスト4軽減、0コストでラフランを召喚します。ラフラン、さあ鉄板、いやまた多くなってきた、早いっすね。さあでラフラン増殖を使います。増殖です。さあリンゴスターラフラン、
のがリンゴスターですね。ココストイカなんでリンゴスターを召喚します。召喚しましたね。召喚できたのでフロマージュの効果でラフランを、はい、そしてでマンゴスティンの効果でリンゴスターに1個ブーストします。はいはい。でリンゴスターの増殖、いやブルーブルーベリー、4コスト以下のブルブルベリー召喚します。召喚できたのでフロマージュの効果で7番手札へ。4ターン目でこれマンゴスターの効果で1コアブルブルベリー、いやこれはでブルブルベリーの増殖を、いやもう京さんのペースですよ。いやもう本当ぶん回ってますね。さあハムタン、ハムタンは召喚できるんですね。そうだけど増殖はつながらない。増殖はつながらない。出さずにブルブルベリーの効果でもう一度増殖を。出たもう一回。あオレンジオが出た。4コスト以下なのでオレンジオ。わ今日持ってるね。めちゃくちゃ引きいいですね。引きが悪いって嘘でしょ。召喚したので7番フロマージョの効果で手札へ、はい、でマンゴスティンの効果で1個これ6まで召喚できちゃいますからね。オレンジオの増殖を発動します。ノリアルバとか出ようもんだったら。あ、出たブルブルベリーがまた出た。ブルブルベリー、6コスト以下のブルブルベリーを召喚。フロマージュの増殖でオープンされたのでこうされる召喚。召喚する、はい、そうなんですよ。フロマージュも召喚できるんですよね。でマンゴスティンは効果でブルブルベリーに1個、はい、ブルブルベリー召喚時効果で増殖。やばいサクサクいく。マンゴスティナハムタン、ハムタンなので増殖が止まる。ここは出さずにブルブルベリー。あ、そうか、もう一度増殖で。そうそうブルブルベリー、ブルブルラフラン出ちゃいましたね、うん、やっぱ持ってるね。これどうですか、やっぱこの黄色の増殖デッキに対して4コスト以下なのでマンゴスティナを召喚、召喚したのでフロマージュの効果でラフランは手札に変えます。でマンゴスティナの効果でマンゴスティナに1個ブーストします。若干やっぱり展開が中速ぐらいなのかな。早くはないな。もう一度ブルブルベリーをレベル2へ。あの今までになく京さんがぶん回ってると思います。あ4ターン目でぶん回ってるんで。なるほど、あっという間に。いや4コスト4軽減でこちらのマンゴスティナの駒を、うんうん、ラフラン召喚します。手札にもラフランいますからね。ラフランの召喚時効果4コス4軽減のラフランいますからね。リンゴスターもいますしね、うん、5コスト以下なのでリンゴスターを召喚。はい、いやほんとまあロマージュの効果で召喚できたので7番は手札へ。もう、ね、もう今までのこの勝ってきた流れがそのまま多分京さんに乗っかってるから。なるほど、もう本当あとはドリアルバと巨本を引くのを待つだけみたいな。そうですね。マンゴスティナの効果で1個はリンゴスターへ。でリンゴスターの増殖を使います、はい、では4コストのオレンジを。これオレンジ、オレンジをこっからここだね。ロマージュの効果でオレンジを出た。そろそろいや今日持ってるんだったら次引いてくるよ。巨本かオレンジが1個、ドリアルバ出ますよ。オレンジの召喚時効果増殖を使います。なんだ、キマジン出ちゃった。ドリアルバを召喚。ドリアルバ出た。ロマージャンここでキマジンは手札。ドリアルバ出てしかもキマジン手札に行きましたよ。あそうです。じゃあマンゴスティンはここでまずドリアルバ1コアですね。これで召喚時効果、はい、さあ召喚時効果ここで何使った。光竜風です。何でしょうこれは。スピリットブレイブネクサス、どれか一つをデッキの下に戻す、うん、なのでドリアルバをこれデッキの下に戻す。はあ、だから前のタイミングでもあったけれどもあえてドリアルバが出るまで待ってたキング。なるほどキング。ではドリアルバデッキへ機能したい、はい、効果を使わずにそのまま飛ばして、はい、じゃあ4コスト4軽減0コストでラフランを召喚。ラフランの召喚時効果増殖でければ、キマジン、そしてクーリン召喚します。クーリンロマージの効果でキマジンは手札へ、はい、そしてマンゴスの効果でクーリン1コアブースト、はい、クーリンは増殖は使いません、はい、キョウさんがもうすごいな。自分の持ってるカード見せたい人みたいになってこういうのも全部子供でよくあるやつですね、はい、ではピタージャでクーリン、クーリン
ラフラン。キング1点も取れずに、この3体を破壊して6コスト下げます。で4コストになったので4コスト4軽減で0コストピタージャを召喚。そしてクーリンの破壊時効果、トラッシュから強制のカードを2枚止めようにも、なんだろうね、いやでもできないですよね、無理なのか。では4コスト4軽減0コストキャフラン、増殖を使います。もしかロリアルバー巨本がやっぱり巨本です。ではいや持ってるな、本当にすごい巨本を召喚します。巨本出ちゃった。いやお手本みてえな。ロマンションの場合ボンタンを手振り、見てて気持ちいい。で番号線の効果で巨本に1コアブースト、はい、100万円取られて。いやもうね、なんだろう、もうここまで来たんだったらもう京さん持って帰ってほしい。もういいよこんなにぶん回ったんだったら。いや俺は信じてるよ、まだキングをブレイブします。本当にまだなんかあるんじゃないか、キングの秘策が。ではブルブルベリーのコアをピタージャへ。はい、ではこれでメインステップ終了のアタックステップへ。はい、アタックステップ、マンゴスなりアタック。キングさあ、ブラッシュはありません。はい、ブラッシュないです。マンゴスティナでアタック、ライフ1点抜け。さあ、そしてフォースシンブル。ターザの効果、トラッシュからさあ、フォースシンボルでアタックして、マンゴスティナを手札へ戻すことで回復。はい、そしてキマジンの効果、トラッシュにあるマジックカードを手札へ戻します。シンボリックバーストを手札へ戻します。はい、フラッシュはありません。はい、フラッシュないです。ライフでいきます。出ます。ありがとうございました。完璧な戦いでした。ライフでいきます。よっしゃさあ、チームハムスターズ100万円獲得おめでとうございます。率直にいかがですか？めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいよね。運が悪いとかね、引きが悪いとか全くないよね。ない。そうだよ。キングが戦ってみてどうでしたか？いや、やっぱ最後の京さんの戦い凄まじかったですね。高校にいたんですからね、あれ。そうそう、いや、そうですよ。じゃあ賞金の方、はい、お願いいたします。じゃじゃーん、100万円獲得おめでとう。 Congratulations。 今回ハムスターズがガーディアンを2人以上倒したので6月の公認展大会に追加の記念品が配られます。皆さんにゲットのチャンスがありますので公認展へ Let's go。 バトスピ、バトスピ5月の陣、収録に欠席したさくらゆき。大事な仮面女子枠の1枠をレジェンド立花さんに奪われるなんて最悪。このままじゃあと一つの枠もアグレッシブケンタさんになっちゃうかもしれない。人前では絶対3倍さん取らないとか意識高すぎ。あー OK。 はい、何負けてると思うんですか？え、顔、体型、中身だからちょっと今回ジノアちゃんに勝ちたいなと思って。そうだな。実はクスノキとツキノは同じアーマーガールズというユニットのメンバーで親友。あるイベントではこんな一幕も。モナちゃん、お誕生日おめでとうございます。一人で抱え込まないでいっぱいいっぱいになる前に私たちお便り欲しいです。ゲートオープン、開放。クーリンを召喚で、これは増殖
があるから2枚オープン。フロマージュは同色でオープンされた時コストを支払わずに召喚できるので2枚とも召喚。実はクスノキ、ハムスターズ今日の戦いぶりを見て全く同じデッキで練習したいとスタッフに打診していたのだ。つまりこのデッキは世界一のデッキクリエイターが作った最強デッキ。6以下なのでこれを召喚します。これめっちゃ強いやつ。エタドリアルバー。しかも増殖を完璧に使いこなしている。このデッキ完全に読めましたよ。一気に月野を追い込む。1万5000マイナスになりまして、私は1万6000以上出さないと。アタックステップ入った瞬間披露しちゃう。できることを限りなくやってみよう。アタックステップ、疲労状態の相手のスピリット1体を破壊することでボイドからコア1個をこのスピリットに置く。ドリアルバを破壊して。破壊できないのこれからいると。そうだよね。あ、そうだ。そうだ、自分の持つスピリットが相手の効果で破壊された時同じ状態でフィールドに残すことができる。ダメだ、もう何もできない。エンドステップコンストフリット。うん、楽しくなってきた。一生懸命さ勉強してさやってるのにさ、実際試合の状況はほとんどカットされるわけじゃないですか。そしてついにアタックステップします。フロマージュでアタック受けます。ありがとうございました。すごいヒーロー。強い、これ強いデッキを持ってきた甲斐がありました。めっちゃ悔しい。めっちゃ悔しいってか、そもそも勝てる気しなかった。あとこれを早く出さないと。いや、なんか出そうと思ったんですけど、なんか可愛さすぎて出さない。登場で登場したのバトスピで登場しないでよ。月のモア連勝ストップ。仮面女子最強の座陥落。バトスピニュース。さあ、今年から本格展開されるバトスピのコラボブースターラインの第1弾となる商品のご紹介です。やったー。記念すべき第1弾のコラボタイトルはウルトラヒーロー&ウルトラ怪獣ということで、もちろん収録されるカードは全て新規書き下ろしのイラスト。今回の目玉は何といっても初収録のウルトラヒーローということですね。さあ、ということで今回もコラボブースターからウルトラ怪獣のイラストをなんと手に入れてきました。こちらです。ドン。うわー、バルタン星人だ。これですね、ただのバルタン星人じゃないですよ。超科学星人ダークバルタン。強そう。これ前のバルタン星人と、ま、全然名前が違うけど、どういうことなんでしょうね。もう能力が気になりますけどね。気になりますね。はい。こちらのイラストが使用されるカードはですね、以前発売されたコラボブースターに収録されていたバルタン星人のカードとも相性が抜群ということです。もちろんね。そうです。あ、そうですか。バルタン星人デッキを作りたくなること間違いなしのカードの仕上がりになっております。なるほど。ということは分身？分身。また形使ってみたいですね。そうですね、はい、気になりますね。バトルスピリッツコラボブースターウルトラヒーロー大集結ブースターパックはですね、6枚入り300円、自販機ブースターは4枚入り200円となっております。6月24日から発売予定なんで、ぜひゲットしてください。うん、ゲットするぞ。6月2日発売予定の最強ジャンプ7月号に収録されるフラッグカードの紹介になります。最強ジャンプ7月号には付録カードがなんと3枚も付いちゃいます。はい。銀獣王バルサーティーガ、二丁拳銃の海賊リー・ジョーンズ、大海賊ジェットフィン・シャークというね、激アツのプロモーションカードが手に入ります。ということで、その中から銀獣王バルサーティーガを紹介しましょう。こちらです。ドン。はい、かっこいいですね、絵柄もね。はい。召喚条件が赤属性&5コスト以上の降臨を持っている赤のスピリットカードということで、降臨時に効果を発揮する、後方撃というのを持っておりましてですね、デッキの上から2枚オープン。その中に系統光獣を持つスピリットの対数分相手のライフを奪えてしまうというね。さらにそのカード2枚は手札に加えられるということなんで、もうてんこ盛りですね。一気に戦況を変えられちゃいますということです。リボルティーガのいいところを引き継いで、引き継ぎすぎです。これはすごいですね。リボルティーガで砲撃した後これを乗せればさらに砲撃が可能ということです。可能ですね。強い。すごいですよこれ。ということで皆さんぜひゲットしてください。続いては5月に開催される公認展大会バトスピチャンピオンシップ2017 3on3
参加応募券獲得戦のお知らせですと、はいはい、7月からですね、開催予定のバトスピチャンピオンシップ2017-3-on-3 エリア予選大会の参加応募券が獲得できる大会を5月1日より全国の公認店舗でスタートいたしますと、5月1日から31日まで開催されるバトスピチャンピオンシップ2017-3-on-3参加応募券獲得戦では優勝者と準優勝者に7月から開催予定の全国大会バトスピチャンピオンシップ2017-3-on-3エリア予選大会参加応募券が漏れなくゲットできちゃいますということで、さらにですねなんと優勝者には4月から引き続き強力裏 X レアこちらですと、はい、高麗亭エールクレルがもらえちゃいますと、いやすごいですね、ぜひねゲットしていただきたいですね、はい、ということで5月は公認大会に参加して全国大会を目指してみましょう。詳しくは公式ホームページをご覧ください。次回最強挑戦者現るバトスピ戦国チャンピオンシップ2015世界チャンピオン花火たちの次世界トッププレイヤー揃いの史上最強ドリームチーム。対するはゲートオープン開放。スーツでバトスピ？下から数えた方が早いというないですね。ないです。目立った成績もない謎のスーツ軍団が奇跡を起こす。封印事項か要塞でできましたね。世界チャンピオン大ピンチ。世界チャンピオンに勝つ。勝っちゃう。勝負の行方は